はい、シューと麦酒です。おはようございます。ちょっといつも見てくださってる方々は、あれ隣にショート氏いい日やんみたいな感じで思われてると思うんですけど、そうなんです。ちょっと今日はショート君お仕事なので、初私一人での動画撮影になっております。今日は一人なのでめっちゃちょっと不安しかないんですけど、頑張るのでぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。お願いします。はい、ということで今回の動画からご視聴いただいている方もいらっしゃると思うので、ざっくりと概要をご説明させていただくと、私たち夫婦は2年前に東京から沖縄に移住してきまして、でその2年間はずっと那覇市で賃貸に住んでおりました。で今年の7月の末に中城村っていうところにある中古物件の一軒家を購入したというような流れになっております。はい、ということでそれでは早速本日のトピックをご紹介していきたいと思います。 GO！ はい、ということで、ちょっと場所を変えました。なんか一人だと陣取り場所みたいな、なんて言うんですか、スペースどこ言おうみたいなちょっと分かんなくなっちゃったんで、今日めっちゃ多分いろんなところを点々としてるんですけど、気にしないでくださいということで本日のトピックに移っていきます。本日トピック3つあるんですけど、1つ目ですねはより詳細バージョンのルームツアーになります。前回金曜日にアップした動画の最後にルームツアーさせていただいたんですけれども、そこではほんとざっくりとこうお部屋ごとの紹介みたいな感じだったので、もっと細かい部分について触れていければと思っております。であとはこのお家は築5年の中古物件になりますので、入居前にホームインスペクションというものを入れてます。実際にインスペクション通りだったのかっていうところと、前のオーナーさんがかなりこだわってお家作られてるので、そのこだわりの中で私たちもすごく気に入っているみたいなところを紹介したいなと思っております。ではトピック2つ目ですは、引っ越ししてもうすぐ3週間経つっていう感じなので、所感をお伝えできればと思います。このお家とかこのお家の近辺、こうスーパーとかにはとか、あとはプライベートとかも含めて私は 4、5 回ぐらい来てて、翔徳は私プラス 2、3 回ぐらい多く来てるんですけど、その時にこうチラッと見た感じと実際に今住んでどう違うかとかが、まあ、あれば、まあ、あるのかな、まあ、ちょっと分かんないんですけどまあそこの所感についてお話ししていきます。でトピック3つ目ですねはもう最後はゆるくちょっといつも通り、まあ一人ではあるんですけど、ユーモの雑談コーナーと、あとは沖縄にお住まいの皆さんにちょっとご質問があるので、住まいについてご質問して、もしよかったらコメントでアンサーいただけたら嬉しいです。はい、ということで、まず早速1つ目ですね、ルームツアーより詳細バージョンに進んでいきたいと思います。ポン。はい、まずは和室のご紹介になります。和室は私めっちゃ好きで、もしなんか将来こうマイホーム購入するなら絶対に和室一部屋欲しいっていう気持ちが、まあ、幼少期からあるぐらいには和室が大好きなんですよ。なんか日本っぽいというか、和室ってなんかなんだろうな、お茶っていうか、なんか日本っていうか、なんかそういう、こう感じを感じれてすごい好きです。裸足が気持ちいいとか、まあいろいろ理由はあるんですけど、いいですね。これルームツアーになってるんかな。あ、そうだ、これが普通はこういう感じですね、スムーズに行くんですけど、これはちょっとっていう感じで、ちょっとこれ演技とかじゃないんですよ、普通にほんまにちょっと押すのはいけるんですけど、結構引くのがね、立て付けがねちょっとグヌヌっていう感じなんですけど、まあ使わないんで別に大したことないよみたいな感じです。次いきます。はい、ということで次はキッチンになります。なんかあれですね、料理番組の絵面みたいな絵面なんか構図みたいな感じになってますけど、はい、キッチンですね。キッチンはもう私が椅子に座ってるとかっていう時以外は一番いる場所みたいな感じなので、すごい
今回のキッチン気に入ってます。で、気に入ってるポイントとしてはやっぱりコンロが3口あるっていうのはかなり重宝しますね。でも個人的にはガス火での調理の方が好きだったので、できればガスが良かったなっていうのはあるんですけど、まあオール電化っていうのと、もしねちょっと火事とかになっちゃったら木造やばすぎるんで良かったかなと結果的に思ってます。で、あと私が個人的にびっくりしたのが、この魚焼きグリル IH ってアルミホイル使えないんですよね。知らなくて、今この3週間足らずで2回ぐらい使ってるんですけど、アルミホイル使えそうになって、はぁ、危なしって感じでした。皆さんももしあの IH なら気をつけてくださいね。はい、次行きます。はい、ラストはウッドデッキのご紹介になります。ね、ちょっと暑いんでね、中から素晴らしさをお届けできればと思ってます。何がいいかってやっぱり吸水力ですよね。知ってました？なんか木ってすごいんですよ、吸水力。外で飲めるっていうのがね、一番推しポイントです。ゴー。で、食感って言ってもやっぱりこう住んですぐなんで、結構いいところが、まあ、めっちゃ見えるというか、もうここいいここいいみたいな感じの部分が多いので、プラスのところばっかりになっちゃうんですけど、まあ、マイナスの部分もちょっとあったので、そこに関しては雑談コーナーのトピック3つ目でゆるくお話しできたらいいかなと思ってます。プラスのこと3つお話しします。1つ目はやっぱり木造住宅ならではで、もう木の香りが最高です。外行ってて家帰ってきて玄関入るときに、うん、あ、木やみたいな感じに毎回なってます。翔斗くんもきっと同じ状態にいつもなってると思います。ぐらい木の香りがね、5年も経ってるのにめっちゃ濃厚っていうか、なんかすごい感じれて、いいですね、森の中にいるなみたいな感じで感じれます。2つ目はスーパーに行く頻度がめっちゃ減ったんですよね。食費に結構影響が出そうっていう食感です。今までは先ほどお伝えした通り那覇に住んでたので、やっぱもうスーパーとかドラッグストアとか結構もうほんまどこでもあるみたいな感じだったんですけど、中城村のお家は最寄りのスーパーまで歩いてじゃなかなか難しくって、車で行くっていう感じになるので、最寄りは中城モールです。沖縄の方はご存知だとかなと思うんですけど、なので買い出しはもう1週間に1回っていうようなペースで行ってます。今まで那覇だと必要なものだけ買おうと思ってメモして行っても、特売とかこの野菜今週まで安いみたいなの見たら、やっぱ買っちゃおうかなみたいな感じで、本当はいらんけど買っちゃうみたいなのが、まあ、ちょこちょこあったのがこっちに来てからなくなったんで、さていかに変動出るかっていう感じで今家計簿をつけるの楽しいです。3つ目ですねは、朝めっちゃスッて起きれるようになりました。私もともと寝起きがめっちゃ悪いタイプなんですけど、この家来てから目覚めがいいんです。で、それはなんでかっていうと、日差しの入りがいいからです。今これ前がウッドデッキなんですけど、ウッドデッキが東向きなので、朝日が登ってきた時にもう日がめっちゃこう部屋の中に入ってくるんで、自然光で目覚めれるっていうような感じで、毎朝ほんまに朝気持ちいいですね。でもお昼ぐらいになればもう上に太陽行っちゃうんで、日光も部屋に入らず涼しいっていうような感じです。じゃあこんな感じで食感は終わっちゃっても大丈夫そうですかね。大丈夫かな。はい、ということで次のコーナーに移りたいと思います。ゴー。はい、トピック3つ目です。ゆうもの雑談コーナーということでと、あと質問コーナーですね。乾杯。めっちゃ美味しいわ。なぜ飲んでるのかというとですね、飲みたかったからです。
うん、めっちゃ美味しい。これお友達からあの久世福商店のうずら卵いただきました。めっちゃ美味しい。これとあと日本酒もらったんですけど、日本酒はまた翔太くんいる時に開けようと思います。質問ちょっと皆さんに3つありまして、まず1つ目ですね、さっきお話したちょっとうーんっていう部分とも被るんですけど、この家来てから虫がすごくて、なんかいつの間にか5人暮らしぐらいになってて3人増えてるなみたいな、まあ人じゃないんですけど、ヤモリとかもう一緒って感じ、もう一緒の、それこそこれはもうちょっと前の動画見てる人はわかるか、一緒って感じで、まあ2匹ぐらい3匹ぐらいいたりしますね。ヤモリは私たち大好きなんで全然いいんですよ。夜な夜なヤモリが虫を食べてるところを翔太くんと一緒にコーヒー飲みながら応援するっていうイベントをね、たまに開催したりしてます。虫が那覇にいる時とちょっとジャンルの違う虫というか、一戸建てだからなんですかね。ホームセンターとか行ったんですけど、家庭菜園を始めたいんで土にそういう殺虫剤とか撒いたりしたくなくて、2人の中ではやっぱり虫が苦手なハーブ系を、まあ、食べれるし虫よけになるしいいねみたいな。やっぱ美味しすぎてちょっとなんかめっちゃ進んじゃう。あとお聞きしたかったのが、海がめっちゃ近いんで海風とか海水を含んだ雨とか来てるなっていうのがすごいわかるんですけど、塩害対策というかで何かできればいいなと思ってて、っていうのも最近自転車を新しく購入して、前の自転車がもうめっちゃサビサビになっちゃって使えなくなったんで買ったんですけど、サビないようにとか、あとまあ家木造なんでそういうのも気になるなって思ってて、もしなんかアドバイスとかあれば教えていただきたいです。はいさーん、オリオンワッタのシークワーサー初めて飲みます。何ナチュラルに2本目飲んでんねんっていう感じなんですけど、ちょっと、いや、これで、うわぁ、噛んだ。これでラストにします。うん、めっちゃ美味しい。ちょっとここになっちゃった。これシークワーサーソーダかなみたいなぐらい、あんまりアルコールを感じないですね。飲みやすい。最後の質問でした。忘れてた。家庭菜園を始めようと思ってるってさっきお話ししたんですけど、沖縄で育ちやすい野菜とか、なんかこれ育てやすいよみたいな同じこと言ってる、まあそんな感じのもう教えていただきたいです。あとは家から配信する動画とかも今後増えていくかなと思うので、食べてほしいものとか飲んでほしいものとかもしあればご意見いただけるとめっちゃ嬉しいので、コメント欄にお願いします。はい、ということで、ちょっと最後ね、いろいろグダグダと話してしまったんですけれども、私一人でのおうち紹介動画は以上となります。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。それではまた金曜日ですね。さよなら。